えこんにちは、えー、プロゴルファーの奥山雄志です 第3回目バンカーの球の高さについて説明したいと思います、えー、まず、えー、アドレスから説明したいと思います、えー、球を高く上げたいときはボールをしっかりと左足かかと線上に置いてフェースをしっかりと開いてあげましょう、えー、こうすることにより、えー、球が上がる準備ができます えー、ここで重要なのがしっかりシャフトをまっすぐ当てるということです。ハンドファーストだと、えー、せっかくフェースが開いててもロフトが立ってしまうので、えー、球が上がりません。えー、逆にハンドレイドで入るとより寝てしまうし、えー、手前を打ちやすいのでボールが高く上がりません。えー、ですのでフェースをしっかり開いて、えー、前回説明したように 正しいコックを使ってしっかりと振り抜いてあげましょうそうすることにより球は高く上がって目線の高さのあは超えることができます球を上げたい時は重心を低くしますそしてボールとの距離感も少し遠くしてあげましょう自分に寄っていると ヘッドがしっかり走らず、ボールの下にヘッドが入らないために、ボールが高く上がりません。ですので、スタンスを広く、遠く立って重心を低くすることによって、ボールの下にしっかりヘッドをくぐらせることができ、ボールがいっぱい上がります。重心を低くして遠く構えた時の注意点を、 説明し,ますしっかりと重心を低くする際に前体重や後ろ体重にならないようにしましょう、えー、足の中心にしっかりと体重を乗せて少しお尻を下にしてあげましょうこうすることにより重心が低くなりますそしてボールとの間が遠くなるということは少しハンドダウンになります。 ハンドアップにしては遠く立った意味がありませんしっかりとハンドダウンにして遠く立ちます寄ってるときはこれぐらいえ遠く立つとこれぐらいハンドダウンにしないといけませんでは打ってみます 腰を低くして遠く立ってヘッドを使ってあげることで今のようにボールが高く上がり顎を超えることができますボールを低く打つときも高く打つときも目線は低く言いましょうほとんどのアマチュアの方がボールを上げるイコールすくい上げるという考えに至っていますそのすくい上げる動きというのはゴルフに と、えー、ってはふさわしくない動きです、えー、目線をしっかり下にすることによってダウンブローに入っていきますこのダウンブローが、えー、バンカーにとっては一番重要です、えー、球の、えー、高さを変えるためにフェースの角度を変えていますフェイスの角度でしっかりと球の上がる角度を変わるので、えー 低い顎のところでもフェースが少し開いている状態で下に振ってあげたらちゃんとボールは低く上がります。そしてフェースを開いて目線を低く打ってあげればボールはその分高く上がります。すここれはすごい大切なことです。 今までに基本的なバンカーの打ち方、距離の打ち分け方、高さの変え方というのを説明してきましたが、そのクオリティを上げるための練習方法を紹介したいと思います。まずこのボールを両腕に挟みます。この両腕にボールを挟むことによって、体や脇が空いてしまうとこのように落っこってしまいます。 正しいコックを使えばこのボールは落ちないで振ることができます。このボールを挟んで振っているときに違和感を感じる人は腕や体が必要以上に動いている証拠になります。ボールを挟んで重心を左にする。正しいコックを使う。この動きではボールは絶対落ちません。なかなかバンカーを練習できる環境は少ないですが、 バンカーのできる環境があったらぜひボールを挟んでこの練習をしてみてくださいでは打ってみますこのようにボールは落ちずに再現性の高いバンカーショットが打てます えバンカーの距離感を作るのに大切なドリルを説明したいと思います、えー、決まった位置に入って、えー、いなくては、えー、距離感は出ませんやはり、えー、手前を打ちすぎていると飛ばないしボールに当てちゃうと、えー、飛びすぎてしまいます、えー、その練習方法ですが線を引きます線を引いて、えー、こっち側の、えー、左側の 膨らみをずっと、えー、取っていきます。この練習をしましょう。大雑把に線を引いて線を打ち消すという打ち方だと、えー、決まったところに入っているのかはっきりしません。えー、ですので線を引くと膨らみますね。ここが。でこの膨らんだ横にボールがあると思ってください。でこの膨らみを打っていきます。このように打ちます。 バンカーの膨らみを取っていきますでこの際にこっちを打った時はトップをしていますホームランですこれは、えー、これは手前をダフりすぎてバンカーからまたバンカーになってしまいますですのでちゃんと線を引いてボールがここにあると思って コックをしっかり使い同じ場所に入る練習をしましょうこれぐらいの完成度が出てないと失敗をする原因になりますバンカーは入るところが重要なのでこの練習で正しいコックの動き方をしっかりと覚えましょう バンカーのコックの精度を上げるための、えー、右手一本左手一本の練習方法を説明します皆さん、えー、両手で持っているときは両手の感覚でしかありません、えー、右手一本はどういう動き左手一本はどういう動きをしているのかを理解している人は多分いないと思います、えー、ですので右手一本の動き左手一本の動きを覚えると自分でクラブを操作していることになります そうすることで再現性を上げることができます。まず右手一本の練習方法です。右の、えー、二の腕に手を置きます。こうすることによって、えー、この腕が横に振ることがなくなります。こうすると、えー、先ほど言った、えー、コックが上げやすくなります。ここで押さえてるので視点が生まれますね。 視点が生まれてコックで上げるこういう動きですね重心左コックで上げるほどくシャフトまっすぐに入れるこういった動きで違和感を感じている人は右手の動きを理解していないということです両手の時にこうなっている人はこうやった時に窮屈感を感じるはずですここで窮屈感を感じていては 手が動いている証拠なのでしっかりと、えー、手を持ってコックで振る練習をしていきましょうこうすると、えー、重心も動かない意識が湧いてきます、えー、左手一本も同じように二の腕をつかみますそして、えー、コックをします、えー、テイクバックの時にコックだけ上げる意識をしましょう この時に腕が曲がっている人は手元を動かしているという証拠になります。まっすぐにしてコックだけの時に体が硬い感じがする人はいつも手で上げて腕だけで上げている証拠になります。しっかりとここを持ってコックをします。でシャフトまっすぐ入ってフォローではしっかりと左腕が曲がります。この時に こうやって打っている人は、えー、左手の練習になりません、えー、この状態で右手つけるとこんだけ体が出てます打つとこうなりますこの左手の使い方をしていてはうまくいきません左手というのは当たってから腕が曲がりますこの腕の曲がる感じも覚えましょう このように両方視点が生まれることによって同じ場所を打つことができます実際に打ってみますしっかり練習すると今のように視点と軸が守られていれば右手一本でもしっかりと当たります このようにしっかりコックと重心が決まっていれば同じ位置に入ります力は必要ありません片手じゃ力は出ませんコックを使うことでヘッドが動かしてくれますこの動きがバンカーにとっては一番重要なのですえ皆さんいかがでしたでしょうか今回は球の高さと いろんな練習通りについて説明しました。練習場でできる方はぜひ試してみてください。